もう完全守られてますよね。ただですね、この瞬間がちょっとチャンスがありまして、はい、こんにちは、中川です。今回はですね、高校生の、女子チームの、彼女たちにですね、実際に実演してもらうんですが、試合の中でですね、結構見落としがちなパスのタイミングとか、ディフェンスの反応によって狙い目ってあるんですよね。でちょっともったいないなと思うシチュエーションを一度お見せして、そこからの狙い目ということで、お届けしていきます。でどういうシチュエーションかというと、このようにこうトップでボールを持っているオフェンスがいます。で45度で往々にしてありがちなのが、このようにこうパスをして、フロントをしっかり狙っていきましょうみたいな、はい、このオーソドックスなオフェンスですね。でやっぱり高校生カテゴリーになってくるとディフェンスも強度上がってきます。そうはさせないぞということで、ディフェンスの子がですね、このようにしっかりバンプをしてきて、もうこれでもう物理的にもそして気持ちの面でもディフェンスをして、こっちのオフェンスの意欲を削いでくるっていうのが相手のやりたいことです。でじゃあちょっと一度そのシチュエーションを一回やっていただきます。お願いします。はい、ナイスディフェンスです。はい、あのような形で大体こう止められてしまうケースが多いんですね。ただですね、これちょっと私の経験からですね、あれぐらいしっかり体を当ててくるチームの一つ狙い目があったりします。はい、このアングルからちょっと、ご説明するんですが、何が起こっているかというと、このようにこうグッドディフェンスですね、相手の、はい、しっかり体ぶつけてきて、もうこちら側のフロント側もう完全にこれもう正対して受け止められています。もう完全守られてますよね。ただですね、この瞬間がちょっとチャンスがありまして、このインパクトの瞬間、基本的にはディフェンスとかがこう抗ってくる瞬間ってこれチャンス生まれるんですよ。接触してる時ってチャンスなんですね。今見てください、ディフェンスはとにかくこのフロント側をカットさせないように守ってます。ということはちょっとなんか極端な立ち位置になってないですか。で接触も含めてこれオフェンスの彼女にこれ左手ちょっと上げてもらっていいですか。はい、こういうことなんですね。でしかもこうディフェンス結構目切ってたりするんです、往々にして。なのでこの接触の瞬間にこの裏にポッと投げる、するとですね、面白いぐらいこう裏にスペースができて、パスが通ったりします。なんでこれぐらいうまくいくケースがあるかというと、ちょっと割り方極端にこう頑張りすぎてるチームの時はこれ狙い目なんですね。ちょっとライブでお見せします。パスラン行こう。パスラン OK、 ナイスラン、いいね、グー。はい、今のような形ですね。ようにディフェンスが抗った一瞬この裏のスペースが空いてますので、これパスをねちょっと空間に落とすぐらいですかね。これ逃しちゃうとダメですよ。パスのタイミング逃すとこれ、はい、カッティングします。よし、空いた、よし、もうちょっと慎重に見て、じゃあパスってやるとこれディフェンスも対応してきます。なのでそのタイミングをですね逃さないように、一瞬のこれちょっと意識して、ちょっとじゃあ彼女に実演してやっていただきます。はい、いいですね。これ結構試合の流れでありますので、ぜひですね、ちょっとこういったディフェンスがハッスルしてくるチームの時のちょっとした狙い目なので、ぜひ同じような状況でお困りのあなたは一つの狙い目として、これを参考にされてみてください。はい、今回はですね、実戦の中で見落としがちな、パスのコース、パスアングルということでお伝えしましたが、これとはまた別の、もう次はですね、1対1で個人でドリブルで出し抜いてスコアしに行く実践的なワンオンのテクニックですね。これを今4つほどプレゼント動画として渡しさせていただいております。でこのプレゼントがもう日本全国3万人以上の方にご覧いただきまして、もう試合でかなりスコアを取ることができた、勝つことができたということで大好評いただいているんですが、そのプレゼント動画、この動画の説明欄概要欄からゲットできるようになっておりますので、ぜひご登録いただいて、あなたの大切なゲームでお役立てください。それでは今日もこの動画をご覧いただきましてありがとうございました。